皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2015年公開の、ターミネーター、新機動、ジェニシス。現代、ターミネータージェネセス。監督はアラン・テイラー。脚本はレータ・カログリディスとパトリック・ルシエ。主な出演は、アーノルド・シュワルツェネッガー、エミリア・クラーク、ジェイ・コートニー、など。2029年、ロサンゼルスでは人類抵抗軍が機械軍との戦いに終止符を打とうとしていた。機械軍は最後の抵抗として、人類軍のリーダーであるジョン・コナーを生んだ母親のサラ・コナーを抹殺すべく、1984年にターミネーターを送り込む。というストーリー。シリーズ第5弾だが、タイトル通り、それまでの作品を無視した位置から再スタートの話となっている。独立した SF 作品として見れば9大点だが、ターミネーターは作品としてはいまいち。前半は映画の1と2のダイジェスト版でしかなく、相変わらずシュワルツネッガーの出演に引っ張られた内容になっているのは解せない。早々に悪役の正体をバラしてしまうし、新しいスカイネット起動までのカウントダウンは意味がないし、緊迫感が致命的に足りない。ということで、評価は。Thumbs down.